私もフォーレが個人的にとても好きな作曲家で、今まで全曲演奏会もいたしましたが、その時は8回に分けて、室内楽も入っておりますから、ピアノだけで4回で、作曲順に演奏しました。ですが、今日は全作品は初期の作品からそれから晩年の作品までという一応1回のコンサートでフォーレの一生をたどるようなそういうプログラムです。でそれは実は初めてなんですね、私もね。で、そういうこういう機会をいただくことにすごく感謝しております。それで今木原さんがだいぶいろいろお話ししてくださったんですけれども、フォーレの音楽というのは、そんなに多く弾かれているというわけではない、いかないですね。私がすごくフォーレを、全曲演奏会した時というのは、実はもう40年ぐらい前で、30年前ですね。その頃はあんまり本当に数曲しか演奏されていませんでした。でも今だいぶピアノ曲も外学生在員とか取り上げているようになったんですけれども、ただやはり前半の音楽だけなんですね。それでフォーレの音楽がちょっと耳に馴染みにくいという点もある。それは今小津にあったような、いろいろな戦法を使った和音構成とかそういうことが原因だとは思うんですけれども、一番よく比較されるのがショパンとね、フォーレっていうのは皆さんフランス音楽では、フランス音楽のその歴史というものをちょっと見ますと、バロック音楽は非常に盛んだったんですけれども、フランス音楽はたくさんの作曲家がいました。それでクープラやランボやシャルパンティエとか、ホゼノはたくさんの作曲家がいたんですけれども、実は古典派というのがほとんどいないんですね、フランスは。ですのでモーツァルトから、ベートーベンとかあの辺りにちょうどこれで匹敵するような作曲がいなくて、でようやくグノーぐらいから位置づけとしてはロマン派というか、それで、サンサンスとかが、生まれてくるわけです。それでフォーレはですからフランスの その音楽史でいうと位置づけとしてはロマン派なんですけれども、でロマン派っていうとやっぱりすぐ思い浮かぶのがショパン、シューマン、ブラームスという作曲家になりますけれども、しかもフォーレの今日のタイトルをご覧になって分かるように、彼は野草曲、それから船歌、それから船歌、それから即興曲といったね、そういうタイトルで作品を作っています、ほとんどが。ですので一見するとね、なんかショパンみたいな感じなんですね、ショパンと同じように。で彼はとてもショパンが好きでしたし、大いにいろいろショパンから学んでいるんですけれども、でも全くショパンとは違うんですね、書き方がね。でただ楽譜をご覧になるとあんまり変わらないです、見た目が。で見た目が変わらないので、なんとなくそのショパンの延長上で演奏しようとするとこれがうまくいかないというか、全くその技法が違うので非常に戸惑います。それでちょっと簡単に言ってしまうと弾きづらさがあるんですね、そこにね。そういったこともあってショパンと普及しないと。それからあと決定的に書き方が違うのは、ショパンのようにメロディーラインがはっきりしていて、でそこにつけられる和声っていうのが、メロディーに沿ってつけられてるんですね。ですので非常にハーモニーも分かりやすいし、メロディーとともに非常に自然に流れていくんですけれども、フォーレの場合はどちらかというと和声が先の番ですね。ですごく複雑な和声進行を書いて、その中にメロディーが入っているという、なんか
織り込まれてるっていうんでしょうかね。ですのでちょっと聞いてなんかメロディーが分かるものもあるんですけど分かりづらい。それでしかもそのメロディーがショパンの場合はほとんど、まあ、右手で弾くとか割と、まあ、もう左手で出てきた時にはもう右手が伴奏の形をするとか、こう右手と左手の役割がはっきり分かれていて聞いてて分かりやすいんですけれども、フォーレの場合は一つのメロディーを右手から左手に行って左手からまた右手に戻してみたいなそういう書き方ルールですね、全体にね。ですからメロディーがあって和声があるんじゃなくてメロディーがこういうふうに和声の中にこう入り込んでしまう、それそういうものがまあ非常に、まあ、我々にとって弾きにくいというそういうこともあります。でもそれが素敵なんですね。ですからフォーレを聴いてくださる時には和声を楽しんでほしいんですね、まあ、もちろんメロディーもそうですね。でそのああ変わったなというのをねなんかこう味わいながら今日前半は30代40代の作品です。で彼は30代から本格的にピアノの曲を書いているんですけれども、そして79歳で、生涯79歳で閉じるんですけれども、それがちょうど100年前ですけれども、それの3年前ですね、76歳までピアノの曲は書き続けています。ずっとそれで夜奏曲の13曲、これはショパンもたくさん書いていますけど、船歌も13曲、ほとんどこう並行して書いてるんですね。で船歌というのは、まあ、ベネチアのネタのものとかゼルのそういうものなんですけれども、ベースとしてはでも、まあ、これはショパンは1曲しか書いていませんけど、作曲家にとって船歌っていうのはその、波の揺らぎそのものを書くというのではなくて、その思いなんですね。で特にフォーレは13曲の船歌を書いた。これはそういうなんかこう揺らぎのようなそのリズムの中で、その時その時のなんか自分の心情っていうんでしょうかね、それを歌ったものなので、とてもフォーレの船歌というのはいろいろ変化と思います。そのあたりをちょっと聞いていただけたらと思います。ではまず前半のプログラムです。
Thank you.
は、主題と変装、これは50歳の時の作品です。そしてその後の作品も全部60歳代の作品になります。60歳から70歳にかけての、まあ、晩年と言いましょうか。まあ、フォーレはね、幸い長生きした作曲家なので、まあ、79歳という、まあ、ショパンやシューマンとかね、それからドビュッシーとかラヴェルはもっとみんな早く亡くなって、ですから比較的こう、長い時間に創作活動ができた人ですね。そういう意味でとても幸せな人だったかなというふうに思います。で、今これ楽譜出していただいたんですが、この3番が前半の時に弾いた3番が一部なんですね。それで、まあ、ご覧のように、まあ、音もたくさんありますし、それから情報もね、たくさんついていて、しかも途中で転調をしたんです。そしてここのところも真ん中にメロディーがちょっとあって、でそれをこう彩るように、刺繍をするようにね、ハーモニー感のある舟歌、まあ、ですので、やはり流れるようなね、こういうリズムとともに書いてある、まあ、こういう楽譜が多いんですね、今まで弾いた作品というか。何しろ音の数が多いということですね。それが後半の60代になりますと、すっきりするんですね。で、音の数も減るし、なんといっても、ね、長さが、ね、もうすごく短くなります。前半ちょっと疲れちゃったっていう方もね、安心してください。後半の曲短いですから、ね、今日はそれで、まあ、60代に入って彼はちょっと耳が具合悪くなるんですね。でそれも、なんか、真ん中の音域は普通に聞こえて、そして下の方のね、方が3度高く聞こえて、そして今度上の方は3度下がって聞こえるという、まあどういうふうに、それは本当に作曲家としてはものすごく大変だったと思う。その中で作曲をしているんですね。ですから、まあ絶対音感があるでしょうから、もう頭の中で響かせてるということになると思いますけど、まあ、ベートーベンもそうでしたけれども、ただその中でやはりその得意な和声転換というのは相変わらず行われます。でただ非常にそのシンプルになって削ぎ落としていくんですね。削ぎ落として残った音というのが、これがまあ本当にちょっと気になって味わっていただけたらと思います。大きく変わっていくんですけれども、でも結局そのいろいろよりシンプルになって、より直接的になるという表現が、そこが一番の特色かなというふうに思います。最初の主題と変装は50歳の油の持っている時の様子です。Thank you.
Thank you.
あのアンコールに、まずちょっと趣を変えまして、フォーリーは管弦楽曲をいくつか書いています。でペリアスとメリザンドという管弦楽曲を書いています。ペリアスとメリザンドというとドビュッシーのオペラが大変有名なんですけれども、まあ同じ道を見えてるんですけど、フォーリーの場合は管弦楽曲です。それでその中にシシリエンヌという曲が入っております。普通はフルートで演奏、フルートとハープがとても美しい曲なんですけれども、それを13番とか、その前の曲とかは、
まあ、すみません、マイク入ってない。晩年の曲は、作曲したのが1921年なんですね。で、このピアノは1920年製です。ですので、あの時代にも存在してたんですね。そういうピアノで、ベーゼンドーファーですけれども、そういうちょっと時代をすごく感じながら弾きました。はい、で、今日最後になりますが、フォーリが一番最初に作ったピアノ曲、18歳の時の作品です。無言歌という曲がありまして、3曲書いているんですけれども、そのうちの3番目の曲